今シーズン、歴史的な活躍を見せたアメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が先ほど都内で記者会見に臨みました。まあ怪我はやっぱりしてたのでうん、まあ、精神的にきついときもありましたけどそれでも必ず投げれるようになると思って、まあ、必ず良くなると思ってやってきたので、まあ、不安はありましたけど焦りはなかったですかね。 先月下旬にアメリカ・ロサンゼルスから帰国後、公の場に初めて姿を見せた大谷選手。今シーズンは二刀流で目覚ましい活躍を見せ、打撃では46ホームランを打ち、終盤までホームラン王を争ったほか、投手でも9勝を挙げ、オールスター戦では史上初の二刀流での先発出場を果たしました。 もっともっとまた、そういった賞をいただけるように、まあ、頑張っていきたいなっていう方に切り替えていきたいなと思っているので、まあ今年やってきたこう数字っていうのを、そういうふうに評価してくれてもらえるのは、すごい嬉しいことだなとは思ってます、ね、日本時間19日には、最有力候補に上がっているアメリカンリーグの MVP、最優秀選手の発表も控えています。